に5番バッター北条、相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。相手が制球を乱していますから、こういう時は狙い目ですよ。さあタイガース一打先制のチャンスです。まずは変化球から入りました。痛烈、これはどうか、センターに抜けました。バックホームする、セカンドランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0、タイガースなおも二塁一塁のチャンスです。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。理想的な形でしたね。